バウハウスデッサウは、ドイツ連邦共和国の旧軍独立市で、2007年7月1日に、隣接するロスラウと合併し、デッサウロス市の一部となった。ザクセンアンハルト州に属する。1925年より、バウハウスが置かれたことでも知られる。エルベ川とムルデ川の合流点近くに位置している。近隣の都市としては、約55キロ南に、ライプツヒ。 55キロ北西にマクデブルクが位置する。また、宗教改革の舞台として知られるルターシタとビッテンベルクが約30キロ東に位置している。中世よりアスカーニエン家が治めたアンハルト伯領の首都であり、交通の要所として発展した。17世紀の30年戦争において、ハプスブルク家川の傭兵隊長であったバレンシュタインは、 この地で心境側のマンスフェルト博に勝利を収めている。ドイツ帝国機より敗戦までアンハルト自由州の州都であった。第二次世界大戦ではこの都市に航空機の工場があったため激しい空襲を受けた。1729年、この地でユダヤ系哲学者のモーゼスメンデルスゾーンが生まれた。また、百二十五年からこの地に現代美術と現代建築に 多大な影響を与えたバウハウスが置かれた。これはバイマルとデッサウのバウハウスとその関連遺産群として世界遺産に登録されている。ありがとうございます。